日はこの場をお借りして皆様へ引退のご挨拶をさせていただきたいと思います。田中隼人さん、よろしくお願いします。過去には私自身が、この横浜 F マリノスで戦ってきたファン、サポーターの皆さんへ、心配りが足りない発言をしてしまい、不快な思いをさせてしまったことを本当に、申し訳なく思ってます。ごめんなさい。すいません。すいません。今伝えたことといって許されることではないと思いますけど、これからまたマリノスでプレーしてた時のように皆さんに、信頼してもらえるように、僕自身も、これから次のキャリアに向かって、最後まで諦めずに、次進んでいきたいと思いまして、そんな姿を、見てくれたらなと思います。今から24年前ですか、1999年にこの横浜 F マリノスのアカデミーに入り、素晴らしい指導者に巡り合い、その素晴らしい指導者に育ててもらい、キャリアをスタートさせてもらった特別なクラブです。そんな特別なクラブで、プレーしている時、ここにいるマリノスファミリー皆さんに本当に温かく叱咤激励してもらい、僕自身もたくさん学び成長することができました。本当に感謝しています。そして若い時にマリノスの偉大な先輩たちを見て、プロとはどうあるべきか、プロで活躍するには何をしなければいけないのかというのを、本当にマリノスの偉大な先輩たちの姿を見て、僕自身もたくさん教えてもらいました。昨シーズン40歳で引退しました。それもやはりここ F マリノスで、キャリアをスタートした、そういった思いが強くあり、本当に長くサッカーをできたと思ってます。キャリアを通して23年間ですけど、本当にたくさんの方々に支えてもらい、サポートしてもらい、サッカーをすることができました。その土台を作ってくれたのが、ここにいるマリノスファミリーの皆さんです。本当に皆さんには僕にたくさんのものを与えていただき、サポートしていただき、本当に改めてですけど本当にありがとうございます。今日は本当に大事な試合前にもかかわらず、こういう機会をいただき本当にありがとうございます。今日の鹿島アントラーズ戦、僕自身も現役の時と同じように皆さんと一緒に、マリノスファミリーと一緒に選手をサポートし、熱い気持ちで勝てるように応援したいと思います。一緒に応援して絶対勝ちましょう。よろしくお願いします。それではここでクラブシップキャプテンの古浦雄三より花束が贈られます。
love you.